よし、ということで、今日もポケモン動画撮っていきましょうか。さあ、ゴールデンウィークも終わってしまいました。なんとね、次の3連休が2ヶ月後の7月の半ばまでないっていうことで、テンション下がってる方も多いのではないでしょうか。ゴールデンウィークだ、やったーって思いきや、終わってからが地獄なんだよな。さあ、普通の日常が戻ってきました。憂鬱な方も多いのではないでしょうか。大丈夫ですか？ もし悩みがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。おそらく優しい誰かが相談に乗ってくれるのではないでしょうか。さあ、そういったところで、今日もですね、ポケモン動画を撮っていきたいわけですが、トピックスがいくつかございますので、そちらについて共有していきましょうか。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。では、まず左上からいきましょうか。で、まず1つ目、左上なんですが、ラテンアメリカでは、ポケモンアルティメットジャーニーシリーズが、今年後半に、ネットフリックスで初公開されます。ちょっと読みにくいね。ファンはシリーズがいつ利用可能になるかを知るために、今後数週間から数ヶ月にわたってネットフリックスを監視することができますと、そのような形で書かれております。まあ、これに関しては映画関連の話ですね。まあ、ネットフリックスを契約されてない方からしてみると、どうでもいいわっていう内容かもしれませんが、まあ、こういった形でネットフリックスでなんとね、映画が公開されるっていう話になってるんで、もし気になる方はぜひこちらのセントロポケモンさんご確認をお願いします。で、次行きましょうか。で、こちらのリストなんですが、今ですね、スカーレット・バイオレットで登場するポケモン、そちらのポケモンのタイプであったりとか、あとはポケモンの名前であったりとか、そういったものが出回っております。まあ、これが果たして本当がどうかって言われるとわからないところではあるんですが、今かなり話題となっておりまして、海外であったりとか日本ではかなり物議を醸し出している状況ですね。個人的には多分ね、偽物じゃないかなと思うんですが、今世間ではこれは本当のリークじゃないか、本物じゃないかっていう噂がかなり出回ってます。ただ、さっきも言った通り、多分これはね、本物じゃない気がするんだけど、まあ、とりあえずこういったものが今出回ってますっていう情報共有でした。ただ、さすがになさそうな感じがしますけどね、どうでしょうか。おそらくそこに関しては続報が出てくると思うので、もし何か分かり次第、こちらのチャンネルで共有させていただければと思っております。はい。ということで、次行きましょうか。で、次のトピックスなんですが、こちらになりますね。私にとってそれを偽物にしているのは18のジムです。ゲームフリークはそれを実現するためにそれほど勤勉だとは思わない。まあ、日本語直訳されているので、若干おかしい日本語がありますが、ご了承ください。まあ、これ具体的に何を指してるかっていうところなんですが、スカーレット・バイオレット、ポケモン SV で、ジムが出るかどうかっていうところ、そしてジムがあるんであれば、18のジムがあるんじゃないかっていうことが言われてますね。今までジムってさ、8つだったと思うんですよ。で、今回は18あるんじゃないかっていうことが言われていて、まあ、これが本当かどうかわかりませんが、確かにオープンワールドになること、そしてフィールド自体が広くなることっていうことを考えると、まあ、確かに言われてみると、オープンワールドになるっていうこと、そしてフィールドが広くなるっていうこと、そちらを踏まえると、ジムが18個できてもおかしくないっちゃおかしくないんですが、ただ一方でジムがなくなるんじゃないかっていう話も出回ってるから、そこについては不明なところですね。かなり極端な説ではありますが、スカーレット・バイオレットでは18個のジムがあるっていう説と、ジムが廃止されてなくなるっていう説、この2つが濃厚なんですよね。ただこの方が言うには、ゲームフリークはそこまでジムを作りたがってないし、しかもそれを実現するためにそれほど頑張ってないんじゃないか、他にも頑張るところがあるんじゃないか、そういったことを指摘しているわけですね。まあ、結局ここに関してはどっちなのかなっていうところはありますが、皆さんどう思いますか？ポケモンスカーレット・バイオレットではジムが存在するのかどうかっていうところ、確かにレジェンズ・アルセウスでもジムは存在しないし、今後の作品ではジムが廃止されてボスポケモンとの戦い、そういった内容になるかもしれませんね。まあ、他の一般的な RPG も同じパターンが多いと思うから、もしかするとそういったパターンになる可能性もあるのかなと思いました。まあ、そこについてはまだ定かではございませんが、そういった説が流れております。では次行きましょうか。で、次なんですが、こちらをご覧ください。実際3年ごとに1つのゲームをフォローし、それでも SV をフォローすると、
第10世代は2025年30周年の1年前の2026年にリリースされるため、第10世代1年遅らせる可能性があるため、うまく機能しますと書かれてます。まあこれっていうのは未来の話ですね。第9世代スカーレット・バイオレットが2022年の冬に発売決定したわけだから、でポケモンのゲームっていうのは直近ですと大体3年周期で新しい世代が出てくるんですよ。剣盾が2019年で、スカーレット・バイオレットが2022年、ここの間隔も3年ですし、で次回作第10世代も3年後にやってくるんじゃないかっていうことが言われてますね。だからまあ普通に考えると2025年ではあるんですが、果たしてどうなるのかっていうところですね。ただこの方が言うには、第10世代は1年遅れて発売される可能性があって、間隔が4年になるんじゃないかっていうことを言ってますね。まあそれっていうのは30周年が関わっているので、あえて2026年に出るんじゃないか、で第11世代が2030年に出るんじゃないかっていう話になってます。ですので30周年の1年前の2026年に出るんじゃないかっていうことが言われてるわけですね。まあこれも結局ね、根拠が若干薄いところがあるのでわからないところが多いんですが、まあそういったことも言われております。で次行きましょうか。で次なんですが、またまたね、新しいポケモンの姿が出回ってます。まあかなりよくできてるわけですが、まあこれは普通に考えるとファンアートじゃないかなと思いますね。で左がおそらくモンジャラで、右がモジャンボかな、そちらの新しい姿だと思うんですが、まあさすがにこれはないんじゃないかな、どうだろうか。でタイプに関しましては、草タイプがなくなって地面と毒タイプとなっております。いやーけどさすがにこれはねえだろう、どうだろうか。で名前はタンジェラって書いてあるね。だからまあモンジェラとは全く別のポケモンの可能性もありますね。新しい姿というか、新しいポケモンっていう言い方の方が正しいのかな、どうでしょうか。でモジャンボに関してはモジャンボっていう名前になってるよね、どうだろう。まあとりあえずね、そういった噂が今出回ってるんで、もし気になる方はぜひね、こちら詳細確認していただければと思いますね。ただまあよくできてるよね、イラストは相当うまくできてるから、まあ、確かに来そうな感じもするけど、たださすがになさそうな感じもするし、どうなんだろうね、ちょっとそこについては判断が難しいところだなと思いました。はい。で次行きましょうか。で次なんですが、このようなツイートが別途出されておりました。任天堂の社長は、任天堂スイッチの後継機改正版が今年度リリースされるかどうかについてコメントすることを拒否した。これは2年前にその年に新しいハードウェアがリリースされる予定はないと明示的に述べていたため、注目を集めています。そのため今では可能性が残されていますっていうことを書かれてますね。まあこれっていうのは具体的にどういうことを指してるかっていうところなんですけど、まあ以前ですね、任天堂スイッチプロが出るんじゃないかっていう話が出回りました。でそれっていうのは結構有名な話で、まあそれこそ2018年ぐらいからちらほら噂は出てました。ただ蓋を開けてみると、なんとね、有機 EL モデルが発売されました、2021年に。まあ確かに高機能モデルっちゃ高機能モデルではあるかもしれませんが、ただそのみんなが期待しているスペックの向上とかはなくて、まあ画面であったりとかグラフィックだったりとか、そこに修正がかかったという感じかな。ただこの度ですね、任天堂スイッチの後継機、まあ任天堂スイッチプロなのか、それともガチの次世代機なのかわかりませんが、それらが今後近いうちに発売するんじゃないかっていうことが言われていて、特に任天堂スイッチプロかな、任天堂スイッチプロに関しては今年発売される可能性は極めて低いけど、ただ今後発売される可能性が残されてるんじゃないかっていうことが言われてますね。まあ結局ですね、ここについてはわからないところが多々あるんですが、スイッチプロはさすがに出ないんじゃないかな、どうなんだろうか。出るって予想してる人も海外ではかなり多いけどね、ただ個人的には出ないんじゃないかなと思ってます。まあそれだったら次世代機出ると思うからさ、どうなんだろうか。ただスプラ3が出たからね、まあ2022年にスプラ3が出るので、まあそれを考えるとやっぱり2026年とか2027年ぐらいまでは次世代機、新しいハードは出ないんじゃないかな。ちなみに任天堂スイッチが出たのが2017年だから、まあ確かに2027年ぐらいが怪しいのかな。まあそこについてはまた後日他の動画で語っていきましょうか。では今日の動画一旦終わります。またチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、
ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。